野崎チャンネルプロスペース。さあということでプロスペースがやってまいりましたね。アニバーサリーガチャです。おいおい佐々木、ダルビッシュセレクション忘れてんじゃないよって思ってる皆さん、ダルビッシュセレクション見ましたよ。コナミの特番、プロスペースの特番で佐々木とビップさんとね、黒見さんと向井さんとね出てやってましたよ。ダルビッシュロッテ佐々木ちゃうかって言ったら見た。強しだった。西岡。それでどうしようか。迷ったわけ。もちろんね、欲しかったよ。前田さんとかね、ノムさんとかキャッチャーも。欲しかったけども、いや、ちょっと限界突破コーチいるなと。しかも誰出るかわかんないと。で、この後アニバーサリーあるなと。で、年末に向かっていくというところで、心を鬼にして参加を見送りました。やってないです。でもね、OB 契約書、ホームランダービーライバルズでね、報酬はいただきましたんで、これだけね、まあ、一回だけでやろうと。で、欲しいやつ当たってくれと。ね。やってみました。誰が当たるんやと。頼むぞと。ね。結構、12分の7ぐらいでいるぞと。ね。やった時にね、その、選んだ。ね。これ、ダルビッシュ系やろうなと思って。そしたら、なんと、こちら。クローン。ね。ビップさんも動画、あ、ビップさんじゃない。クレイさんも動画で言ってましたね。オールスター最速159キロ佐々木センターバーヒットをしました。2006年神宮です。イエーイ。ね、159キロオールスターでクローン使えない用事ない。佐々木のうちで、その後ね、こちらプロスピ応援団で OB 契約書 10% ね、これ言ったのよね。このランキング63,600ね、頑張って 10% これね、これで 10% 当たらへんかなとね、打率1割やと。ね、ロッテの球やるとまだ打つぞと、1割7分ぐらいだった、ね、やった結果ね、なんとこの選手が当たったってことで 10%、ね、そらね 10% はいけへん。さて、10% そんな簡単にいけんというところでね、今回のアニバーサリーはやろうということでね、今回のガチャです。まずその前にね、こちらです。 30% 契約書ね、スカウティングライン累計ね、達成しました。これいきましょう。コロさんちょっと運試しでね、欲しい選手が当たるかなっていうね、運試しでレッツゴー。 30% かね、さっきは 10%。 おレッツゴーからのお支配確定、 30% 確定しました。これでシリーズ2来てほしい。シリーズ2ね、もうシリーズ1いないんだよ、本当。カモンシリーズ。さあ、もう絶対当たりだからね。カモン、30%。アルカンタ、占領下になってるよ。もうこれミキサーや。完全に。占領下になってる。気を取り直してね、このアニバーサリーガチャ行きましょう。ね。山田テスト。パワー、走力、同値。これいいね。やっぱセカンド。山田テスト。ね。続いて、バウアー。バウアーのね、この、スライダーカット、このカットがね、高速スライダーっぽいらしいんだよね。だからそれをスライダーと高速スライダーとパワーカーブだけ、もう他投げないって言ってた。全ちゃんだからもうで、余計なことすると打たれるって言ってね。よく飛ぶしっていうね。だからバウアーね。バウアー縁持ってないからね。もう完全にあれになる。近本、日本シリーズ MVP おめでとう。ね。近本もいいね。これ近本だったらね、継承できる。ね。岡本最強らしい。この一段でね。岡本いいね。もう大いに喜んでる。ね。坂倉。でも坂倉はね、前のセレクションの方が最強らしいんだよね。感じ的にはね。で、岡林。ね。岡林。高弾道の岡林が帰ってきてほしい。ね。で、続いて、山下俊平だ。ね。もう未来のエースだからね、オリックス。いいんだけどね。A ランクがないからね。限界突破できない。藤井子。ね。この藤井もいいんだけど、前の方がいいらしい。これ前の方持ってるね。で、続いて、源田も守備はね、スペシャリスト。ね。で、続いて、松井。ね、メジャー挑戦。この松井はね、最強らしい。リアタイは完璧らしい。ね。松井ね。ペルドもね、一番人気。そう、佐々木はね、ペルドも取りたいで。俺、覚醒のエランク持ってるから、ね。極みにできるか。万波の問題ではね、こちら、パワー比連発祝宴ね。ちょっと特能が弱すぎるねっていうねところなのよ。これをね、まずね、無料10連、これでね、万が一
ね、松井裕樹、ペルドモ、山田哲人、岡本、バウアー、この5人ね、引けたらガチャやります。1回限りのね、無料10連。レッツゴー。さあ。これ絶対当たりだもんね。これ2枚引きとか来へんかな、一回ね。さあ、これでね、さっき言った5選手が当たればガチャ終了です。ね。どうなるんでしょうね。さあ。カメラマン、カメラマン、いや、それはないか。それはないか、カメラマンは。上原二刀流頑張れ、偉いね。ね。カモン。おい、沢村、まだまだ元気。宮川どうするリリーフだな。小林誠司、大城に負けてんぞ。坂本、日本一おめでとう。上本 UTT、 森脇手術から頑張れ、こっから復活や。びっくりした。木澤、神宮で大暴れしていこう。さあ最後、この5選手が来たらね、松井裕樹、山田哲人、ペルドモ、岡本、バウア、この5選手が来たらガチャ引きません。レッツゴー。ということでね、続けていきましょうね。まず、まあ、3回目で当たったらもうやめようかな。まず1回目、レッツゴー。指名候補挑戦。普通か。3枚6回で3枚アニマ来た、最高だよね。わっしょ、カモン、起きた、確定。さあ、あとアニマ引けるかよ。これなら 30% か 50% ぐらいか。山口もっとホームラン打てるはずやろ。藤島リリーフで頑張った、ね、加藤 FA ロッテか。坂倉、さっきおめでとう来たよ。スコバ自由契約にしてくれって言って、他の球団と交渉どこ行くんやないね。石井角外に内野負けてんぞ。うまっ、サトテル、おシリーズ2、おびっくりした、おっしゃった、シリーズ2サトテル、オッケー、ナイス。この先、さあカモン、あカモンじゃないわ、菅野頑張っていこう。サトテルのシリーズ2でかいね、これは。これオッケーだね、めっちゃいい、ありがとう。さあ2回目、サトテルのシリーズはもうアニバクラスで嬉しいけどね。指名候補どっちくんからの、いやそれはちょっと難しいか。くるんじゃん、またこうやってさすがに来る、さすがに来るなと。今秋原ゆき、中野日本シリーズ大活躍、中島拓也、安田、お前ルーキー取られてるのに、エンドもそろそろロケーション始まる、吉川レギュラー確定されてないよ、門脇と岡本と坂本だけだって、祖父江まだまだ頑張ってた、高部今年1年休んでたから来年頑張れるはず、今度まだまだビューで頑張ってる、いや木浪今年一番出世した、両部の8番ね。さあ最後、ここであの5センチが来るかどうかだよ。いくよ、3回目、レッツゴー。2枚引き、指名候補挑戦。いや、もう落とす、何も落とさせない、いや、これ1枚か。どんどんどん、カモン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 、カメラマン、キャメラマン、キャメラマン、いやいいな、よっしゃ、メルセデスも、よし、チームだ、新人を取れると思って、いや、ウォーカー、ソフトバンクへ行ってらっしゃい、エミヤガリーフラワー、アルモンテ、今年どうしたの、今川、今年どうしたの、いや、松本、今年どうしたの、3割打ってたはず、いや、宮崎、首位打者おめでとう。さあカモン、12分の5カモン、今あんなに抽選、12分の5外すか、2回連チャンで4回目いくしかない、4回目です。
名候補トークン。カモン。お、からの？からの？からの？向かい。お、クロートやつ。いや、ごめんか。気のせいだった。これは坂倉いい候補者に4号バッタ北見とは遊び負けちゃった。5回目レッツゴー指名候補トークン。さあアニバーサリー来てくれ。何パーや。いつや。来てくれ。ミニ SS 里崎ソフト。どこや。宮崎シリーズ OK。宮崎シリーズ。サードばっかり出るな。いけ。宮崎シリーズ OK。サードばっかりやな。でもいいね。これいいね、強いね。いい、もうアニバより逆にいいかも。最後の最後、誰取るのかというところでね、やっていきましょう。もちろんね、取るのはこの選手であります。さあ、レッツゴー。最後。指名候補トーク。最後取るのはこの選手。レースいっぱい来たな。ロットでこれカメラマンって言うのかどうだいけいあっせ2枚引きうわー惜しい。2枚引きじゃなかった。2枚引き来い。2枚引きいや1枚かさあ1枚。さあ佐々木チームアニバーサリー第1弾我がチームに来るのはこの選手です。こちらです。じゃあエルドもいらっしゃい。